モダン UI はマイクロソフトが作り出したユーザーインターフェースである。Windows 4や Windows 8などで採用され、以来マイクロソフト製品の多くで実装され、始めている。以前の Windows に採用されていたルーナあるいは Windows a ア r やポ o タブルメディアセンターとは異なり、ビビッドな単色基調とした大きなフォントと読みやすさに重点を置いたフラットデザインである。 簡潔なタイポグラフィに焦点を合わせられ、モダンと称している。Windows 4や Windows 8のスタート画面などでは、一目で情報が手に入れられるよう、ライブタイルと呼ばれるアプリケーションのタイルの中に、ニュースやメッセージなどの文字も表示されるようになっている。別の項目へ移動する場合は、横スクロールを行うことや、タイルの四隅などに見られるように直線的なデザインになっていることも、 特徴と言える。フォントは、アグファモノタイプのスティーブ・マテスンが開発した、セゴエベースのものが使われている。カスタムバージョンとしてズネ向けのゼゴエ UI、Windows p フォーン向けのセゴエ WP など多くの種類が作成されている。モダン UI の貴重の一つとなった、キングカウンティメトロの標識デザイン2010年に開催された、Windows Phone 7発表イベントと同時に、 スイスのクラシカルなデザインやロンドンの地下鉄の標識などを基調としてコードネームメトロを UI として発表されたものが最初である。だがこの発表の前にも文章を基調としたデザインの傾向は Windows XP メディアセンターエディションに搭載された Windows メディアセンターからも垣間見られ2006年に発売されたズネのインターフェースもほぼ同じものとなっている。現在は 様々なマイクロソフト製品に採用され、最新版の Windows Live Messenger や Live Mesh、Microsoft Office、Outlook.com などにも影響が確認される。2012年には25年ぶりにモダン UI をベースとした社名ロゴへの変更も行われた。同年発表された Windows 8により、マイクロソフト製品の主軸であるデスクトップ向け、 オペレーティングシステムにも使用され始め、マイクロソフトのスタンダードな UI となりつつある。2012年8月より、メトロという名称が突然使われなくなった。マイクロソフトのパートナー企業であるドイツの小売り大手、メトロ AG に商標権侵犯により訴訟すると言われたのではないかと推測されている。マイクロソフトとしては、メトロはもともと社内のコードネームであり、 商用のブランド名ではないとして変更を予定していたとされている。未だに新名称の正式発表はされておらず、一時は Windows 8スタイルやモダンスタイルなど様々な名称が使用されていた。Windows 8の公式ブログ BuildingWindows 8でモダン UI と書かれていたことから、現在は主にこの名前が使用されている。なお、 まだメトロ UI が正式名称だった Windows 8の初期ビルドでは、モダン UI を採用した PDF アプリ、モダンが搭載されていた。なお、これと何らかの関係があるのかは不明である。ありがとうございます。